見習いが行くキングダムハーツドリームドロップディスタンス実況プレイ。皆さんどうもこんにちは、キサラズです。お初の方は初めまして、そうでない方は他の実況シリーズを見てくださってありがとうございます。以前素晴らしきこの世界の実況中に宣言した通り、今回から 3DS 専用ソフトキングダムハーツドリームドロップディスタンスの実況プレイをやっていきたいと思います。相変わらずの神々実況とヘッポコ操作になると思いますが、どうぞお付き合いよろしくお願いいたします。スバセカと違ってエミュレーターを使って PC でプレイしているわけではなくて、 3DS でのプレイを直接録画しているため、以前より見づらい画面になるかもしれませんがご了承ください。多分画質も音質もだいぶ落ちていると思います。設定をいじって少しは良くしようと努力したんですけど、 DS の画面を直接録画して収録するというのが初めての試みだったので、木更津にはあまり改善することができなくてこんな状態になっています。すいません。時々ね、綺麗になったり時々あれなことになったりするんですけど、そこら辺はちょっと目をつぶっていただけると嬉しいです。では早速やっていきたいと思います。キングダムハーツ 3D。 暗い画面になった時にウェブカメラの赤色の光が映り込んでしまいますが、そこら辺は気にしないでいただけると嬉しいです。10周年おめでとうございます。じゃあ早速ニューゲーム始めていきたいと思います。このゲームは拡張スライドパッドを使用することができます。拡張スライドパッドを使いますか？持っていますが木更津は使えません。ゲームモードを選択してください。ビギナーモード、スタンダードモード、プラウドモード。テクニックに自信がない木更津はプラウドモードなんてできないので、スタンダードモードで普通にやっていきたいと思います。スタンダードモードでも怪しいからな。おい、これでよかったのか？ゼアノート、どうする気なんだ？これは、お前、記憶が戻ったのか？いや、やっぱり記憶は消えてなかったのか？俺の名は、ゼアノートではない。な、我が名はアンセム。イカダでどこまで行けると思う？さあな、ダメだったら別の方法を考えるさ。ワンの時の服装ですね。サイズ的にまだ着れたんだな、二人とも。リク、もうすぐ嵐だ。そうだな、波も高くなってきた。ポートとも。ああ、リク、大丈夫だ。なんだ。本当だ、あいつらがいるよ。ヒッチ、何は返させてもらうからね。あいつら、どうして俺も好きなの？ほら、考えてる暇はないぞ。分かってる。今度こそ、おう！
モワール。上画面でメモワールのサインが現れたら、下画面ですぐに見るか選ぶことができます。キャンプメニューでメモワールを選べば、これまで登録した回想シーンやチュートリアルをいつでも再確認できます。チュートリアル、初心者のためのバトル講座。さて、チュートリアルが始まるようです。ソラはスティックを動かすと走ります。カメラは L で右に回転し、 R で左に回転します。 L、R を素早く2回押すと、カメラは真後ろに移動します。周りを見渡そう。これでいいのかな。素早く2回で真後ろに移動。 A を押すと攻撃することができます。攻撃を当てた後、さらに攻撃を続けると強力な連続攻撃を放ちます。触手を倒そう。カメラが見づらい。よし、倒したよ。これはヒットポイントゲージです。ダメージを受けるとヒットポイントゲージが減り、ゼロになるとゲームオーバーになります。緑色のゲージですね。身を守るには Y でガードを押したり、スティックと Y で回避を行います。また B でジャンプします。攻撃から一定時間身を守ろう。危ねえ。敵をロックオンするとカメラは自動的に敵を追い続けます。ロックオンしている状態で L または R を押すと、ロックオン対象を切り替えることができます。すべての職種にロックオンしよう。OK、 ロックオンしたよ。全部回ったよね。もう素早く動いている敵を見失いたくない時に録音を使うと便利です。神々で申し訳ありません。録音している状態で L と R を同時に押すと、録音を解除することができます。デッキコマンドを使うと強力な攻撃や魔法を放つことができます。デッキコマンドはゲージが溜まった後、十字キー上下で選択し、 X を押すと使うことができます。デッキコマンドを使って全ての職種を倒そう。よし、じゃあ倒そうか。あ、間違えて解除しちゃった。攻撃者。もうあいつは倒れたのか。そしたら、わあ、間違えた。攻撃者。こうガードしたのに。くそ。攻撃者。デッキコマンドはさまざまな場面で手に入ります。敵がいないときにスタートを押してキャンプメニューを開き、デッキコマンドをセットすると使えるようになります。キャンプメニューにはこの他にキーブレードを装備したり、ステータスを調べたり、コンフィグを変更するなど、たくさんの機能があります。神々で申し訳ない。本当にわからないことがあれば、キャンプメニューのメモワールを選ぶと、これまで登録されたゲームヘルプやチュートリアルを見ることができます。チュートリアル、初心者のためのバトル講座をクリア。撮影するためにね、頑張って 3DS を動かさないように固定してやっているので、とても操作しづらいです。くそ、もともと下手くそなのにさらに下手になっている。私も怒らせたね。アースランの原因をやっつけろ。リクと合流しました。顔大きいよ。これ幻影なんですよね。本物じゃないってことかな。あ、ビーム来る、ビーム来る。ここはアンチだよね。燃えろ。ナイス、リアルブレイカー。押しのきの時間だろ。こいつ燃えろ。
凍りつけ、凍りつけ、なんでおしまい。そう、間に合わなかったか。おしまい、おしまったの。リク、ありがとう、ポーション。燃えろ。よっしゃ、エリアルブレイク決まったということで、最大ヒットポイントアップ。チュートリアルなのに死にそうになってというダメっぷり。くそ、先が思いやられるぞ。大丈夫なのか、自分。閉じるか開けるかしたみたいですね。この世界はつながった。じゃあ開けたのかな。回想シーン、マスター承認試験。回想シーンか。マスターゼアノートは天才的なキーブレードマスターであった。その類まれなる才能が故に悩み多かった。人の力さえも左右する心とは何なのか。行き着いた答えがキーブレード戦争。古に伝わる光と闇の戦いの中から心にある光と闇の本質を探ろうとした。マスターとしての使命より探求の旅を選んだのだ。長い探求の旅はその姿を幾度も変えさせて、光を守護するキーブレード使いたちの前に立ちはだかった。だがまだ終わっていない。おそらくこの後さらなる脅威がもたらされるである。我々は脅威に立ち向かう準備が必要だ。そこで空と陸、二人にはキーブレードマスター承認試験を受けてもらいたい。本来ならばキーブレード使いとなるには数年の修行を必要とする。しかし今その猶予はない。ゼアノートの裏を書き、来るべき戦いに備えねばならない。キーブレードとはマスターからの教えを受け扱うものだ。しかし空と陸はこれまで自らの流儀で使ってきた。キーブレードマスターとなるには正しい方法を学ばねばならない。そこで二人にはこれまでのキーブレードの使い方を忘れ、一から習得し直してもらいたい。そんなことしなくたって俺は誰にも負けない。王様もリクだって今は一緒にいるんだし。そうだよな、リク。俺は、俺の心の中にはまだ闇が潜んでいる。闇の道を歩んできた俺は本当にキーブレードを使うのにふさわしいのか。
見極める必要があると思ってる。リク、やっぱり俺もマスター承認試験を受けます。それでリクと二人でキーブレードマスターになります。ではこれより空と陸のマスター承認試験を行う。キーワードグロッサリー、キーブレード。キーワードグロッサリーの一辺、キーブレードに関することが記されている。キーワードグロッサリー、キーブレードマスター。キーブレードマスターに関することが記されている。マスターゼアノートに関することが記されている。マスターゼアノートは確かバースバイスリープに出てきたキーブレードマスターですよね。さっき喋っていた魔法使いはイエンシッド様だったかな。このパートを区切りたいと思います。ここまでご視聴くださってありがとうございました。次回は突然このダイブモードをやるところから始まります。もしよかったらまた次回も見てくださると嬉しいです。それでは。